普通自転車。普通自転車は、日本の道路交通法と、その関連法令の用語で、自転車のうち、大きさと構造が基準を満たし、自転車及び歩行者、専用、325の3の道路標識が設置された、歩み、自転車歩行者道参照を通行することができるものを、指す。この名称が、道路交通法に加えられた年の国会審議で、 浅沼聖太郎警察庁長官は、歩道を通行することのできる自転車は普通自転車と、称することとし、新たに車体の大きさ等について、制限を加えると説明している、1978年4月7日衆議院、地方行政委員会。2007年には、道路交通法が改正され、一定の条件下で普通自転車の歩道通行基準が、実質的に緩和された。 法令上、普通自転車という用語は、原動機付自転車と区別して、人力を主な動力源とする自転車すべてを指すものではない。自転車の中には、タンデム車をはじめとして、普通自転車に該当しないもの含まれる。また、電動アシスト自転車以外の自転車を指すものでも、ない。電動アシスト自転車の大部分は、普通自転車の基準に適合する。道路標識。 道路表示において車両の種類を示す際の自転車という文字による表示は普通自転車を意味する。なお通行止めの道路標識での自転車マークの絵柄による表示は自転車を意味する車両の種類を絵柄によって表示する場合も同様。これら以外の自転車という文字による表示や自転車マークの絵柄による表示は各道路標識等の定義により異なる。 道路交通法第63条の3で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する2輪または3輪の自転車で他の車両を牽引していないものとされ、該当する内閣府令である道路交通法施行規則第9条の2で以下の基準が定められている。道路交通法施行規則第39条の5に、自転車の製作、組み立てまたは、 販売を業とする者が行う普通自転車の形式認定手続きが定められている。この手続きによる認定を受けていない自転車でも、同志校規則第9条の2の基準に適合する者は普通自転車となる。TS はトラフィックセーフティー交通安全の略。1979年10月に導入された自転車安全整備店において自転車安全整備士が 利用者の依頼に基づき点検、整備をし、普通自転車の基準に適合することを確認した、自転車に貼る。警察庁が所管する、日本交通管理技術協会が交付する。同協会は、自転車安全整備技能検定を実施し、その合格者を自転車安全整備士として登録する。他、自転車安全整備店を審査、登録している。1982年4月から、 ts マーク付帯保険が設けられた。青色の第一子 ts マークと赤色の第二子 ts マークがあり、付帯保険の保証額が異なる。この付帯保険の有効期限は ts マークに記載されている点検日から1年間であり、更新のためには自転車安全整備士に再び点検、整備、確認してもらう必要がある。このため、自動車損害賠償責任保険のような 強制保険や車検制度のない自転車で、それらに近い役割を果たすものと位置づけられている。しかし、2010年8月、この保険の加入率は2%であると報道された。TS マークを貼ってもらうには、点検や整備などにかかる料金が必要だが、一律ではなく、店や TS マークの種類によって金額は異なっている。また、これとは別に、 日本交通管理技術協会が行っている普通自転車、電動アシスト自転車における形式認定を受けた車両への TS マークもあり、該当車両には緑色の基準適合マーク、または形式認定合マークが重複される。道路交通法上の歩道を普通自転車が通行、原則として徐行できる基準は次の通りである。普通自転車に該当しない自転車。 軽車両は依然として歩道の通行は認められていない。上記のうち自転車通行下の道路標識がない歩道における要件は2007年の道路交通法改正により追加されたものであり、それ以前はそのような歩道での普通自転車の通行は法律上認められていなかった。車道を等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、 歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合の規定については、具体的な例示はなく、法解釈上も道路の個別状況に左右されうる。自転車による歩道通行の実態を追認した規定とも解され、兼ねない。警察官、交通巡視員の現場による指示があった場合、歩道の通行は一律に禁止される第63条の4第1項。え、 自転車通行課の道路標識がある歩道であっても、禁止であり、車道等を通行するか、歩道をして歩くしかない。1970年改正以前の道路、交通法では、自転車が歩道を通行することは認められていなかった。ただし、久保拓也警察庁交通局長は、現に今日でもこれは、法律的な根拠はなくって、実際の指導上、 歩道の上を自転車を通らしているところもありますと発言している1970年4月2日参議院地方行政委員会同法の1970年改正によって二輪の自転車は第17条第1項の規定に関わらず公安委員会が歩道または交通の状況により支障がないと認めて指定した区間の歩道を通行することができる 第17条の3として、歩道通行に法的根拠が与えられた。この年には、道路構造令が大幅に改正される9例を廃止し、新令を制定など、法令上自転車を自動車から分離する方向が固まった。続いて1978年改正により、 主婦が買い物に使うものを念頭に、車の大きさもあまり大きいものではございませんので、むしろ歩道に上げた方が安全。杉原正し警察庁交通局長、1978年4月25日衆議地方、行政委員会との前提で、普通自転車に三輪の自転車が加えられた。杉原局長は1978年5月9日参議院。

時速4、5キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐ止まれる速度と発言している。また、道路交通執務研究会編著、の下文章原著、道路交通法解説、執務資料、13から3定番、東京法令出版、2007年は、第63条の4第2項についての項目で、 歩行者の補足毎時 4km から考えて、毎時 6km から 8km 程度ということが、適用を655ページと述べており、同様の記述が、警察、国土交通省などのウェブサイト上に見られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。